これすごい。今回は残念な結果に終わってしまった浅香選手ですが、実力は折り紙付きなんです。というのもですね、2年前当時まだ48キロ級だった北京オリンピック銀メダリストの中村美里選手をインターハイの東京予選で下したという実績も持っている、当時の中村美里選手っていうのは、前年の福岡国際で、16歳で勝って、これが谷陽子以来ということで、すんごい注目を浅井選手だったので、ただ今の試合に出て高校生に負けたっていうのがかなり、ちょっと落ちたことだろうけど、さっき本人も言ってましたけどね、これをどう変えるかですね、自分の中でね。本当に今日が暑いですけど、若い浅香選手、成長を楽しみにしています。頑張ってください。はい、本当に柔道界を代表する選手になっていただきたいです。以上、試合でいます。毎週金曜日は、コートで3つで。イブにペロペロ、イブにペロペロは。自分はこの先どうなるのかまだ決めていませんが、これからも水泳で学んだことを生かして、成長していきたいと思いますので、今後ともぜひ、応援よろしくお願いします。僕もまた4年後にここに立てるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。本当に2大会連続で、取れて、私自身も本当に嬉しい思いでいっぱいです。